ワンちゃん整体します。はい、今日は波動機使いながらやってます。はい、これ結構効くんですよね、波動機も。はい、はい、で、症状的にはどういう症状ですか？とりあえずキャンキャン言って、引き付けみたいに変な動きするのがもう怖いんですよね。ぐるぐるね。なるほどね、うん、はい、で、第一頸椎こっちが歪んでますね。こう歪んでます。調整しますよ。はい、はい、おー、持続圧でちょっと、はい、何されてるんだろうみたいなね。痛くないもんね。痛くないもんね。何されてるんだろうっていう感じで。はい、次、電空します。あ、クリッキュ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 ッ。あと、右足、後ろ足ですかね。右足、はい。で、あの、腰から下を触ると嫌がるんですよね。ほほほ。少し前ぐらいから。はい。じゃあ行きます。腰がちょっとだいぶ曲がる。13歳だからね。はい。これです。あ、嫌がってるけど全然僕は噛まれてもね、うん。このワンちゃんぐらいだった。うん、ね、ワンちゃん面白いんが、うん、カツンと当ててくるんですよね。ガチッと。あ、こう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 。これが正常です。骨盤矯正です。はい。なんか小さいから噛まれると痛くて。あ、ほうほう。尻尾矯正しようかな。はい。チュン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 。ね、痛くないもんね。チュン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 。前足前足。ああ、すごいすごい。あ、全然大丈夫です、ね、何されてんだろうみたいなね。へへへへへ。まあ、首が一番ですね。そうですか。前も多分首って言われてた。首ですよね。うん、へこんへこんましたね。あとは関節。お、いい感じじゃないですか。で、尻尾が。これ全部つながってるんで、脳髄液の循環が終わり。尻尾。そう、尻尾も嫌がるんですよね。そこから先はとりあえず。脳がいきますね。あ、取った。あ、もう大丈夫、大丈夫。ああ、取れちゃった、両方。はいはいはい。大丈夫です。はい。で、あと内臓をちょっと。細い割にはだいぶ弾力性出てきてます。どうかな。第一頸椎だけになってる。あと頭蓋骨を見ます。全然大丈夫ですね。もう大丈夫かな。こっちが硬い。こうですね。まあ、全然大丈夫です。とりあえず私が触ろうとしたらもう噛んでくるんですよね。威嚇するっていうか。で、なかなかちょっと触りにくくなって。大丈夫な感じです。